カルボニル元の一般構造式カルボニル元は有機化学における置換機の一つで C と表される2価の関能元アルデヒド、ケトン、カルボン酸とそこから誘導されるエステルやアミドあるいはケテンなどに存在する結合の相手は通常2個の原子だがケテンや二酸化炭素など1個の原子のみに結合する場合もあるケトンのカルボニル元は特に ケトン元と呼ぶこともある。また、置換様式の観点を変えると、炭素差のメチレンに対して、特性元の大きさ元が置換した構造でもある。カルボニル元の結合の一つが水素で置換された一家の肝能元がアルデヒド元である。一酸化炭素が廃子として、金属状に結合しているとき、カルボニルと呼ばれる。カルボニル元は、以下の化合物を特徴づける。 この他に有機物のカルボニルには尿素とウレタンがあり、無機物には二酸化炭素と硫化カルボニル、ホスゲンがある。カルボニル元の炭素原子を特にカルボニル炭素と呼ぶ。隣の酸素原子が持つ電子吸引きのためにこの炭素原子は弱い静電化を帯び、嗅覚剤の攻撃を受けて不荷反応を中心とする様々な反応を起こす。ありがとうございます。